日だまりのラフは2012年のフランスの電気ドラマ映画。監督はジルブルドス、出演はミシェルブーケとクリスタ・テレなど。第一次世界大戦期にカーシュルメールで過ごしていたオーギュストル・ノワールの最晩年の傑作、翌女たちの誕生秘話を彼のひ孫が執筆した電気をもとに描いている。第65回カンヌ国際映画祭のある視点で上映された。 また、第86回アカデミー賞の外国語映画賞には、フランス代表作品に選出された。翌女たち1918年から1919 19年1915年の、コートダジュール。印象派の巨匠オーギストルノワールは、カレート病により、絵筆を持つことすら困難となっていたばかりか、愛する妻に先立たれ、また次男ジャンが戦争で怪我をしたとの報を受けるなど、 失意の中にあった。そんなある日、亡くなったはずのルノワール夫人からの依頼で絵のモデルとしてやってきたという若く美しい女性アンドレが現れる。彼女の輝くような若さと美しさに創作意欲をかき立てられたルノワールは彼女をモデルに絵を描き始める。しばらくして、次男ジャンが怪我の療養のために帰郷すると、ジャンもまたデデの美しさに惹かれる。 父親の仕事を手伝ううちにジャンとデデは愛し合うようになる。映画に興味を持ち始めていたジャンに、女優志望のデデは、一緒に映画を撮ろうと持ちかける。巧妙な父親の庇護のもと、これといった目標もなく生きてきたジャンは思い悩む。しかし、戦友を戦地に残してきた後ろめたさもあり、ジャンは改めて空軍に志願し、戦地に赴くことを決める。ジャンに裏切られた思いのデデは、 モデルとしての仕事を放棄する。父親にはデデが必要と考えたジャンは、彼女を説得して、モデルとして呼び戻すと、家族とデデを残して戦地に向かう。カッコ内は日本語、吹き替えロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、意味軸も、ルノワール日まりのラフは、テンポの悪さと脚本の薄っぺらさにイライラしながらも、それを補ってあまりある豪華な、 美しさのドラマを見る者に提供している。であり、69件の評論のうち高く評価しているのは72%にあたる50件で、平均して10点満点中6.54点を得ている。アロシネによれば、フランスの19のメディアによる評価の平均は5点満点中3、4点ある。ありがとうございます。